咁呢個唔係叫執埋，可以咁啫。就因為我都係好欣賞日本嘅機械人嘅故事嗰啲，就多過西方嗰啲。咁咧就因為越嚟越咧就講嗰啲科技嗰啲嗰個物質啊，同埋嗰啲導彈咧好勁啊。但有一樣想問翻。日本咧有個好得意嘅，就即係譬如真人啊，或者一部分咧，佢哋好注重有把大刀或者有弓箭嘅。呢個係咪日本自己一個傳統，或者東方嘅諗法，同埋係咪一個跟翻以前武士道嗰個精神咧有少少？咁當然咧，另外一邊咧，佢就係喺科技嚟講咧，仲超越咗西方嗰啲嘅。咁但係呢兩個係點融？你即係？我哋東方明啊，但係嗰啲西方明唔明？點解有把刀咧？そうですね。私の認識ではですね、日本人はちょっとロボットを非常に好きですね。其實因為日本人太喜歡機械人，日本 の, そのロボットというものをなんとか、アメリカに売り込もうといろんな努力をしたんですけれども、アメリカ人は意外とロボットというものにですね、日本人ほど興味を持たない、こういう傾向があるんです。咁咧，日本人就好想向美國市場咧就推廣佢哋嘅機械人，咁但係咧，美國人相對嚟講咧，對於呢一啲咁嘅題材咧，好似趣味不大。このことに関しては私はあんまり詳しくないんで、実は隣の井上さんはですね、アメリカに渡りまして、アメリカでもって、Gセーバーという。巨大ロボットものを制作したんですね。その時のいきさつ、その印象、結果あたりをちょっと聞いてみたいと思います。呢個問題咧，其實我唔係好清楚嘅。咁最好問一問隔離呢位有經驗嘅井上神咧，佢因為做咗 G Saber。咁佢就喺美國嗰邊做過呢個推廣嘅活動，就請阿井上先生分享一下。請埋過嚟。そうですね。アメリカもロボットのアニメーションを好きな人が非常に多いです。其實咧，就喺美國咧，都有好多人係中意呢一種機械人嘅動畫嘅。例えばトランスフォーマー。佢話嗰個咩變形金剛啦。ただあとそうですね、サンライズが昔作ったアニメーションも、アメリカに行って、将軍ウォリアーズという、アニメーションでずっと放送されたりもしてます。咁其實咧，我哋公司咧喺之前咧做過一出動畫叫做 Shogun Warriors 嘅。其實呢一出動畫咧喺美國咧係放映緊嘅。ただどうしても出てくるロボットがその大人が見るというレベルになると、ロボットで、より人間に近いものはアメリカ人はあまり好みじゃないんです。但是如果我哋以一个成人嘅角度去睇咧，我哋呢啲日本嘅机械人咧就太过似人啦，所以佢哋就对呢一种机械人咧就趣味不大。ですからアメリカの、ロボットというのはどちらかというとよりメカニカルなもの。例えばハリウッド映画に出てきてもショートサーキットとか、あと、エイリアン2に出てくる、あとハーディマンみたいなそのパワードスーツみたいなものはありますけれども、それ以外はあまり人にそっくりなものは出てきません。但是你可以看看在美國他們喜歡的一種機械人是比較好機械式的，那你可以看到在異形裡面來說，他們只會是覺得一個人穿了套 power suit 的這種機械人，是這種形式的機械人他們是比較熟悉的。所以意味で、どうしてもですね、ロボットをやりたいというアメリカハリウッドの方々も、そこは文化と宗教観の違いということで、人間はあくまで人間であって、メカニカルでそれそっくりなものを作っちゃいけないみたいな倫理観を逆に持っているという話を言ってました。
其實啊，我哋喺呢一個機械人呢個動畫裏面文化咧，去到外國嘅時候咧，我哋會發覺係一個文化嘅差異同埋一個倫理觀嘅差異，因為佢哋覺得機械人係機器嚟嘅。你不可以將個機械人變到好似個人類咁樣，喺佢哋個倫理價值觀呢一方面咧，佢哋係好難接受。大体そういう本当にそこの違いだけが大きいかと思います。で、日本人は昔から鉄腕アトムで育ってます。平気でロボットに。咁但係咧，就我哋可以睇到啊，喺即係唔同文化裏面呢一個差異咧。但係我哋日本人因為可能由細到大都接觸到呢一個小飛俠啊，呢個阿童木啊，所以我哋對於嗰個機械人嘅嗰種感情咧，就有少少。武器に関してのご質問があったように今聞きましたので、そうですね、日本のロボットが刀のようなもの、もしくは槍のようなもの、そういったものを振り回すというような作品もございます。これに関してはいつも線引きをですね、作り手は迷っております。ロボットということでの、そういうジャンルの中で最大のコンテンツはガンダムですので、ガンダムも一番最初はですね、ビームサーベル、1話で、敵を切り倒している。これはどう見てもスターウォーズのライトセーバーを意識していると思うんですね。で、あそこに工夫があると思うんです。要するに本当の鉄の刃ではなく、科学の知識によって、ある種のエネルギーでもって、敵を両断するという工夫があるわけですね。これは受け入れられたと思います。ところがそれが明らかにただの槍であったり、刀であったりというのは見る層によって随分違うと思います。回答回答先你問嗰個武器嗰、那個用嗰啲武器嗰個問題啦，咁其實佢話落咗好多功夫嘅，因為譬如好似高達嗰個演唱第一集嘅高達係用嗰把咁嘅光劍咧斬開敵人嘅，咁嗰把劍如果你要講真，佢係源自呢個 Star Wars 嗰座 lightsaber 嗰個參考嚟嘅，即係但係呢個科學點樣樣將佢變形同埋重新即係包裝成一種可以理解有非常之有型嘅演出咧，呢個係落咗個功夫去手中表達嘅。佢係同真正嗰、那個就咁伸出一條光線嗰個物理上嗰、那個點樣講個 concept 係好唔一樣。ちなみに私のロボットものの中では、刀や槍が出てきているのは一本あります。でもこれはロボットという時代がちょっと冬の時代と重なったためにあまりヒットはしませんでした。ヒットした2本はですね、両方とも刀も槍もそういうものが出てこない、科学的な兵器だけを身につけていた作品がヒットいたしました。咁變咗有一個機械人嘅嚴冬期，佢講緊就喺呢個嚴冬期之內咧，嗰啲揸住支長槍啊或者係刀啊呢類嘅機械人咧，就基本上冇再出現過。咁喺即係有一段咁嘅時間。私がロボットを語るとすればですね、そんなものすごいヒットを出してませんので、自分の作品のある部分を深くお話しするということが本当はいいと思うんですが、その前にやはり日本で最大のヒット、もしくは最近はこれだという作品がですね、やはり語るべき作品は、まあ絞ればガンダムとエヴァンゲリオンだと思うんですね。この2つがなんでこんなに長くヒットしてるかという私の考えを皆さんにお話ししたいと思います。咁喺監督自己本人嚟講咧，喺機械人呢方面，如果話日本最成功嘅有兩個代表性嘅作品咧，一個就係高達，一個就係 Evangelion。咁以下佢就想以呢兩個
作品為例咧，向大家講嗰啲出席嘅。日本がですね、今のように豊かでない時、その代わり、社会がどん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 日増しにその経済が強くなっていく。その時はですね、高度成長から、日本の経済が、まあ、当時はやはり私たちどこまで伸びるかなと思った時、ロボットで人気があったものは巨大ロボットものだったんですね。でその時代が結構長く続きました。咁其實日本咧曾經有一個比較窮嘅時代啦，咁由呢個乜都冇嘅時代咧，到咗去到高度成長期呢段期間，出現咗高達呢啲咁嘅作品嘅時候，對於佢哋嚟講係一個鼓舞嚟嘅。咁呢個時期其實持續到相當長嘅一段時間。ある意味で非常に元気で健康な時代だったと思います。ある意味ですけど。有種講法就話，其實呢啲先係健康嘅方向嚟嘅，即係成長個作品一個健康嘅環境，令到呢啲嘢發生。Hero はですね、自分の正義感を信じてて、物語の中で悩みというものはあまり持ちませんでした。咁主人公呢啲英雄咧，基本上就係有堅強嘅信念，喺佢嘅戰鬥當中咧。在呢個時期嗰啲作品入邊咧，係唔會有煩惱或者困擾嘅。ところがガンダムの時代はですね、日本はやはり経済的な豊かさをみんな実感しました。その中でもって家庭環境も社会環境も変わったと思います。係，咁到咗高達嘅時候咧，由於經濟成長嗰個結果咧。家庭的環境啦，生活的環境啦，同以前就變得非常之唔同啦。啊，物質係富裕咗嘅。物質的な豊かさに囲まれたところで、若者たちがですね、目的を持つのは難しくなったんですね。由於每一樣嘢都變得好豐富，即係啲資源又好啊，周圍環境又好啊，人嗰個目標咧，其實變得更加難以尋找自己嘅方向。その豊かさの中でもって、若者たちはですね、非常に個人的な毎日に、そうですね、だん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 こう埋没していったというか、ですからオタクなんていう言葉が生まれてきたのもその頃なんですね。ですから隣の人とつながるとか、一つのグループでもって遊ぶとか、肉体的なスポーツと言われるようなものでなく、街の中での普通の遊びというのがだんだん姿を消していきました。咁呢個時候就出現咗一個稱叫宅男嗰只オタク，即係嗰啲困住自己喺屋企，或者唔中意參加團體活動 ，sports 又唔中意，即係揾唔到自己，同埋唔中意同其他人交際，出現咗咁樣一群。ですから。ガンダムの主人公のアムロは自分が戦うということに明確な意識を持ってなく状況に巻き込まれていくというそういう主人公です。ノイコーダー個主人公呢個叫阿寶啊，香港嘅譯名係咁，阿寶就係一個唔係好揾到自己嘅人，由於喺唔同嘅環境，因為環境因素，因為條件變化就即隨意咁樣變成，或者係做出一啲嘢出嚟。でもアムロの場合は、その戦いの構図は非常によくわかります。というのは、地球連邦とその地球連邦に非常に搾取されているという意識のあるジオン公国の戦争ですね。戦争に巻き込まれてしまった自分には責任がないというそういう主人公です。雖然冇乜方向感嘅阿寶咧，但係喺有一樣嘢意識係非常之清楚嘅，自己喺聯邦軍同埋照軍嘅戰爭入邊咧，我係完全唔需要負任何嘅責任嘅，呢樣嘢佢非常之強嘅意識嚟嘅。